はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、世界中でですね、今流行っているあの感染症にですね、阪神の藤浪選手がですね、自らかかっているということをですね、陽性反応だということをですね、発表した件についてですね、当初はですね、美談扱いされてきたんですけども、実はですね、いろいろと新しい情報が入るにつれてですね、いや、これって美談どころか逆にさ、みたいなね、そういった風にですね、この藤浪選手に対するですね、憤りだったりとか、批判的な声が今増えてきてるんですね。はい。今回の動画はですね、なぜですね、この美談が一点批判に変わってしまったのかっていうことについて、どんな情報が出てきたのか、その辺をですね、すべて話の方をしていきたいと思います。まずですね、最初に言っておきたいのがですね、今本当にですね、世界中でですね、あの感染症流行ってますよね。日本でもどんどん増えていってます。はい。でですね、今はですね、結構芸能人の方とかでも、今そういうふうにかかってしまいましたってことをはっきりとね、自ら発表する、かかってしまった以上はっきり発表する人がですね、例えば工藤官九郎さん、工藤官さんというですね、脚本家の方だったりとか、あとすみません、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんちゃら戦隊みたいなね、なんか朝やってる番組あるじゃないですか、あれの戦隊もののヒーローの人が、自分ではっきりとね、今かかってしまいましたと発表したりとか、こんな風にですね、かかった有名人が自ら言うっていう流れがね、もう完全に今出来上がってきてるんですよね。で、そんな中、そのスポーツ選手でですね、それを初めてくらいかな、確か言ったのが、この阪神の藤浪選手なんですよ。藤浪選手ら3人ですね、阪神タイガースの藤浪選手らとあと2人入れた3人がですね、そのことを、正直に発表したわけなんですね。今は自分たちには陽性反応が出ていますよということ。やっぱりですね、その球界でね、これが広がってしまう、阪神タイガースの中で広がるのもまずいし、もっと言うと、球界全体の中でこれが広がってしまうと、相当まずいことになりますから、こういうふうに早いうちからね、何かしら危機感を持ってちゃんと検査して陽性反応が出たんだったら、きちんとそれを発表し対策するっていうことをするっていうことはすごい大事なことですからね。言っても球界なんでね、狭い範囲じゃないですか。そこで爆発的に広がったら本当まずいことになっちゃいますからね。日本のプロ野球どうなっちゃうんだってなっちゃいますから。だからこそ、この藤浪選手らのですね、この判断っていうのは、ものすごく正しい、いい話だ、みたいな感じですね。すごく美談として最初は扱われてたんですね。はい。ただですね、時間が経つにつれて、あれこれって、大丈夫みたいな感じですね。そう、美談一点批判みたいな感じになってきたんですよ。じゃあ、どういった流れでそれがなってきたかっていうとですね、この辺に関してはですね、プロ野球の OB 選手であるですね、金村さんですね。金村義明さんがですね、その話してたことなんですけども、この方ですね、プロ野球選手というの OB でですね、結構テレビとかでもね、活躍されてる方ですよね。なんか僕どっちかっていうと野球選手というよりも、もうなんかバラエティ番組でね、見るなんか元プロ野球選手みたいな、そんなイメージの方が強いですね、僕としては。はい。で、この方がですね、3月30日にラジオでね、ちょっとね、今回のこの藤浪選手についてのですね、裏話といいますか、実はこういう流れでね、その広がっていってるんだよっていうことをですね、ちょっと話されてたんですね。じゃあですね、それが一体どんな内容なのか、ちょっとね、その、ぎゅっとまとめて話していきたいと思います。はい。そもそもなんですけど、この藤浪選手がどこでね、それにかかったっていうかというとですね、スポンサーの社長の家でのですね、飲み会だったらしいんですね。飲み会というか食事会というか、はい。スポンサーの社長の家っていうね、はい。このあたりからすでになんかね、きな臭いっていうかあれですよね、なんかね、下品さが漂ってますよね、はい。スポンサーの社長の家、はい。じゃあ、どんな人がそのね、食事会に参加してたかっていうと、まずは選手が7人。ね、藤浪選手以外にもだから6人ですね、計7人の選手が参加していたと。そしてスポンサー関連の男5人。はい。だから男が全部で、選手7人のスポンサー5人の12人ですね。はい。で、男12人に対して、女性がなんとこれ20人いたらしいんですね。20人。若い20代の職業がよくわからないような女性が20人いたらしいんですよ。男12の女20。で、当然スポンサーの社長の家だから多分めちゃくちゃ広いでっかいリビングみたいなところなんじゃないですか、きっと。で、そういうところでお酒とかガンガン用意して、食事会が開かれたということなんですよ。これを聞くとね、はっきり言って、なかなかね、普段からこういうことしてんだな、遊んでんだなっていう感じがね、すごい見て取れますよね。でですね、こういった飲み会をですね、行ってみたら、そのね、日本中がですね、その感染症についてどうこうやってる最中にしていたということなんですよ。で、それについてですね、この金村選手はですね、正直がっかりしたと。ね、他の球団はこんなことやってないぞと。ね、いう感じで結構ですね、辛辣にラジオでですね、その批判の方をしたんですよね。でですね、さらに言ったのが、ね、これね、食事会って言ってるけど、本当に食事だけして終わりなわけないでしょと。ね、もうね、それが以上ははっきりと言いませんけれども、要はそういう男女の関係じゃないですけどね、合コンと言いますか、もしかしたらその社長の家もでかいわけですからね、ちょっと寝室とかもいっぱいあるんじゃないですか、わかんないですけどね、これ全部想像ですけども、そうやって飲み会の中で、その来た20人の女性の中でね、なんかこう、うまいこと、なんかマッチングでね、ちょっと、なんか部屋に消えてくみたいなね。そういった飲み会なんじゃないのかということをですね、金村さんは言ってるわけなんですよね。
でですね、これについてさらにね、最終的にどういうふうにそのラジオを締めたかというと、はっきり言ってね、今、その球界全体にね、こうなってくると、こういうことをしているってことは広がってる可能性があると。うん。だからこそ、はっきり言っても、今シーズン開幕も危ういかもしれない。開幕自体がもう行われない。今年はもうプロ野球終わり。ね。で、シーズン開幕なしっていうことになっちゃうかもねっていうふうに締めくくってたんですね。はい。でですね、そんなラジオの情報等が、こう世間に広がってきて、世間の人たちが、あれ？藤波なんかすげえ美談みたいに使ってたけど、これ美談じゃなくねみたいな、むしろ全然ね、プロ野球選手としての自覚なくねみたいな、そういう感じで一点叩かれる批判が集まるっていう流れになっているっていうことなんですね。うん。じゃあですね、ここから僕はどう思ったのかって話なんですけども、まあ、はっきり言ってね、まず僕が思ったのは、このね、スポンサーの宅で若い女性たちわーって集めて12対20でわーってね、もうどんちゃん騒ぎで飲んでたんでしょうけども、まあ、これに関してはですね、まあ、プロ野球選手って、まあね、芸能人でもないですからね、まあ、こういう風に下品な女遊びしちゃって全然いいと思うんですよ。うん。てか、それにね、プロ野球選手っていうか、まあ、プロスポーツ選手なんて全般遊んでるイメージあるじゃないですか。うん。ね。まあ、確かにですね、死ぬほど下品だって思いますけども、うん。ね。金持ちの社長の家に集まってね、女もいっぱい呼んでね、みんなで飲んで、まあそういうことしてみたいな、そういうことしてみたいなね、うん、ありますけども、まあ別ここに関してはですね、まあ野球選手がね、何しようと別に全然いいと思うんですよ。うん、プレーでしっかり返してくれればね、どんだけね、女でね、しっちゃかめっちゃか遊んでたってね、関係ないじゃないですか。で、実際問題ね、一昔前のプロ野球選手なんてもっとひどく遊んでたって聞きますからね。うん、むしろ最近のプロ野球選手の方が、若手戦の選手とかの方がですね、やっぱ真剣にね、野球に打ち込んでるじゃないですけど、うん、っていう話は聞きますからね。やっぱ一昔のね、選手とかだと、もう遠征とかの時に、普通に前日にね、前日にその土地に入って、飲み会して、もうね、ギャバクラとかいろんなこと飲みまくって、で、また酒がね、入ってる段階で、次の日、ね、あと、その、試合に参加したりとか、うん、そういうことでザラにあったみたいですからね、うん、今の時代はさすがにね、まあ、選手たちも遊んでるって、まあ、未だに遊んでるって言っても、さすがに酒の残ったままね、次の日のプロ野球、プロの試合にね、出るってことは、まあ、ないわけですよ、うん。ね。まあ、だから別にプロ野球選手がこういう風にめちゃくちゃ下品極まりない飲み会をね、変な金持ちとね、変な女としてるってことは僕全然いいと思うんですよ。うん。ただやっぱり何がいけないかったかっていうと時期ですよね。時期。うん、時期。はい。まあ言ってみたらですね、あの感染症のことはもう3月や2月、2020年2月3月あたりから結構ですね、大きく扱われ出してたわけじゃないですか。濃厚接触はあれだとか、きちんとね、そのマスクをつけましょうとか、不特定多数がいるとこに行く、いるのはやめましょうとかね。うん。爆発的に広がっちゃいますからね、みたいな。そんなこと散々言われてたわけじゃないですか。で、そんな中でこういう風な飲み会を繰り返してる。で、もっといけないのは何かっていうと、そのね、先ほど言いましたけど、この飲み会には選手7人が参加したって言ってましたけど、絶対こういう飲み会って、まあ、藤波選手って頻繁に行ってるはずなんですよ。で、その度にもしかしたら、自分以外の選手はですね、また別の選手を連れて行ってるかもしれませんよね。うん。ということは、つまりどういうことかっていうと、選手7人じゃなくて、もっとたくさんの選手がこういった人たち、まあ、この社長、もっと言うとこの女性たちがどう、がいる飲み会に参加してる可能性があるわけですよ。別日でね。別日で。うん。っていうことはつまり何が起きるかっていうと、そこから爆発的に感染が広がっていく可能性が相当高いわけなんですよね。うん。で、まずは阪神の球団内で広がり、そしてそれがですね、さらに他の球団に広がっていくみたいな感じですね。もう本当、ね、そこにね、繋がってしまうんじゃないかっていうやっぱ怖さがあるわけなんですよ。はい。だから、その辺の自覚的なものが一切ないっていうのが、まあ、なかなかちょっと辛いと言いますか、きつい部分がありますよね。はい。だからこそ、これ以上ね、こういう風な派手な飲み会ね、自粛してないといけない、おとなしく家でしてないといけない時期に、こんな派手な飲み会で選手も入れ替わり立ち替わりね、いろんなことしてたら、そりゃね、まあ、球界全体に広がってしまって、その金村元選手か、元プロ野球選手金村さんのね、言う通り、まあ、もう今年はね、そのね、開幕自体もなくなるかもしれないっていうのも、まあ、うなずけますよね。うん。で、もしかして開幕自体がね、ね、ダメになりましたと。今年はもう2020年はプロ野球でシーズン開幕しませんよってなった時に、この藤波選手がこう、戦犯的な扱われ方をしちゃうんじゃないかっていう怖さもありますよね。うん。まあ、もちろん、藤波選手のね、責任もありますよ。もしも本当にですよ。本当に、例えばシーズンがね、今年開かれないってなったら、確かに藤波選手にもその責任の一端はあります。一端は。うん。ありますけども、なんかね、このままなんか藤波選手がですね、異常に叩かれるみたいな、もう全部藤波のせいだ、みたいなね、藤波お前さえしっかりしてたら、みたいな世論になっちゃうのはやっぱちょっと怖いですよね。うん。藤波選手がね、プロ野球選手として相当自覚のない行動をしてたら、こんな時期にもかかわらずっていうのは、もうね、僕はその通りだなと思いますけど、でもやっぱ藤波選手だけが叩かれる流れにね、なってしまうっていうのはすごい怖いですよね。で、ちなみにですね、今のところですね、5月からね、その結構ですね、シーズンの開幕はですね、今どんどん
どんどん遅れていっていってですね、今のところですね、一応5月、4月いっぱい目安で、5月から開幕が現実的だってなってますけど、まあ、果たしてどうなるかって感じですよね。はい。だから一刻も早くね、まあ、収束してね、開幕してくれればいいと思います。そうすればですね、藤波選手への批判もね、収まるとは思うんで、はい。今のままだと、本当藤波選手だけはやり玉に挙げられちゃってるみたいな状況になっちゃってますからね。さすがにそれはちょっと僕もね、かわいそうだと思います。はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わります。この話にちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとよかったらコメントもお願いします。どうもありがとうございました。